どうした、アンブラ。何か来る。車か。あの、誰？タルコット・ハスタです。祖父がアミシティア家に仕えて。タルコット？はい。マジか。マジです。ノクティス様ですよね。はい、はい、そうです。え、ああ、ノクティス様、変われって。会ってからでいいよ。あの、会ってからって。はい、わかりました。じゃあ。またお会いできて本当に良かったです。ああ、お前もでかくなったな。そうですね。あれが10年前だから。10年。今頃みんな喜んでると思います。あいつらはどこに？基本的にはレスタルムです。ハンマーヘッドにもちょくちょく。ん？工場まだあそこにあるんですよ。シドニーさんが作業に出向く時の護衛や荷物運びですね。へえ。あ、皆さんハンマーヘッドの近くにいるそうなんで、そこで合流することになりました。ノクティス様の姿が消えてしまってから完全に夜だけになったんです。明かりはレスタルムのメテオだけが頼りで、人は大体そこに集まってます。他の場所は？死骸に襲われることが増えたんで廃墟になってるとこばかりですよ。ハンマーヘッドも整備工場としてはほとんど開くことないですけど、死骸退治の拠点にも使われたりで、人は出入りしてて、一応まだ店やってるってのは本当に珍しいんです。シドは生きてんのか？生きてますよ。でも何度か体調崩して、最近ちょっと元気がないです。レスタルムに引っ越したからかな。工場ともども移動するって話もあったんですが、工場だけはあの場所にって大騒ぎでした。あれの場所が変わったら別物なんだって。まあそう言いそうだわ。シドニーさんも気にしてないから工場はしばらくあの場所かな。今のシドさんはイグニスさんの届ける新鮮な魚料理だけが楽しみみたいです。死骸が増えてやっぱりいろんなところで被害もあって、今はイリスとコンショー軍が中心になって死骸退治を各地で請け負ってます。グラディオさんたちはしょっちゅうそこの手伝いをしてますよ。特にプロンプトはハンマーヘッド中心に。でも今シドニーさん仕事人間だからな。イグニスもか？言ってます。最初はみんな止めたんですけど、どうせ暗闇だから目が見えても意味ないって。見えないままか。そうですね。でもイグニスさんはだいたい一人で平気って感じです。実際グラディオさんやプロンプトも三人常に一緒って感じではないんですよ。それぞれ仕事を受けてて、一緒の時もあるしそうじゃない時もある感じで。ノクティス様来ましたよ。皆さん本当に喜ぶでしょうね。あ、僕はもう少しここにいますので、もし何か聞きたい時にはいつでも話しかけてください。何が王だ、ずいぶん遅かったじゃねえかよ。
ノクタ、本当に帰ってきたんだな。なんだよ、ったく。待ちくたびれたぞ。悪かったな。いろいろ話がある。中で聞こう。よし、イグニス、作戦考えるぞ。仰せのままに。その辺を決める気はねえよ。相変わらず。やっぱり俺らしいだろ。らしいっちゃらしいよ。まだしばらくは誰と決めないのか。そうだな、全部終わったらな。松川が胸を痛めるような危ねえ戦いに出ることもなくなんだろ。ああ、そうやって言うんだね。役者だな。嘘じゃねえぜ、本気だ。僕に分かることなら何でもお話しします。元帝国軍の人も協力してくれてます。前は傭兵をまとめてたって人で。オラネア。ああ、やっぱりご存知でしたね。あそこは強力な部隊だってコルショー軍が言ってました。アラネア隊、ビッグス隊、ウェッジ隊と人数も多いし頼りにしてるみたいですよ。僕に分かることなら何でもお話しします。そうだ、帝国なんですけど、うん、皇帝も将軍も死んだってグラディオさんたちの報告があって、国としてなくなってしまったっていうか。僕に分かることなら何でもお話しします。オートで行方不明の最初を見たって話もありました。これはイグニスさんがかなり気にしてて、ルシスにゆかりのある人物なのかって。それで昔の文献を調べたりしたんですよ。一緒に王家のお墓を回ってみたりとか。付き合わされたのか。僕も歴史嫌いじゃないですから。それで不思議なことが分かりました。ん？かなり昔の資料に同じ名前があったんです。アーデン・イズニアって。当時の人々が死骸に襲われたのを助けた人物ってなってました。でもその後死骸として捕まえられて、いろいろ調べて結局人間だったみたいなんですが。へえ。僕に分かることなら何でもお話しします。死骸についてもちょっと分かってきました。ん？ああいう生き物がいるんだって僕なんかは思ってたんですけど、彼らは元は人間なんだそうです。何か病気みたいに人に移って、その人が死骸になってしまう。でも治す方法もなくてみんな退治するしかないって。そうか。僕に分かることなら何でもお話しします。アコルドも死骸が出るからって結構な人がルシスに逃げてきてます。というか国内もですね。レスタルムには王都からも人が来てるから、帝国の管理がめちゃくちゃになって、その上死骸も出るようになったって。イリスとコル将軍が避難を誘導して、今の王都にいるのは多分死骸だけです。子供の頃暮らしてた場所だし、
僕も寂しいんですけどね。取り返すよ。そのために王様になって帰ってきたんだし、約束したろ。覚えててくれたんですね。まあな。僕に分かることなら何でもお話しします。ノクティス様、おじいちゃんのことを覚えてますか？あの時僕言えなかったことがあって、おじいちゃんが死んだのは僕のせいなんです。町で帝国軍の人に聞かれました。僕が王都の人間かどうか、一人で来たのか、家の人はどこにいる、どうしたのか。君のおじいちゃんはすごいね。大きなお屋敷に勤めているってことか。王家の人とも関わりがあるのか。だとしたら本当にすごいと僕は素直に答えました。その後すぐホテルにその人が来たんです。タルコット、でもおじいちゃんは本当にノクティス様たちのことは話しませんでした。なあ。はい。全然お前悪くねえじゃん。もう子供じゃねえんだから、わかるだろ。こういうのさ、言えねえ方も聞けねえ方も苦しいんだよな。言ってくれてありがとな。俺が解決してやれる。いいか、お前のせいじゃない。ジャレットも絶対そう思ってる。これは王様が言うんだから、絶対。はい、わかりました。ありがとうございます。旅のご無事を祈っています。いらっしゃい。またどうぞ。夜明け、取り返すぞ。ああ、何があっても最後までついていく。帰る準備か。あれ着る時が来たか。誇りに思おう。ああ、腹引っ込めとけよ。
戻ってきちまったか。うん、ようやくね。待ち望んでいたんだがな。本当。最後まで付き合ってくれ。ああ、もちろん。当たり前だ。全部終わりにしよう。